朝サンチアゴを出て、サンタクルズというところにやってきました。150キロかそのぐらいだったでしょうかね、サンチアゴから、行ってみると広大なブドウ畑です。そして、ワイナリーもなかなかもう本当に工場ですね。もうびっくりいたしました。このアパルタというワイナリーですね、私、大阪の豊中に住まいしているんですけども、そこのレストランのですねご主人に、ここのワイナリー教えていただいたんですね。ここから社長とか社長の息子さんがですね日本に来られてキャンペーンやったんだそうですね。そしてそのレストランにも来られたということで、私まずそこから始めてみようと思ってきたんですが、先ほども言いましたがなかなかモダンな作りで、そして合理的なワインの収穫の方法だとか仕込みだとかですね、そんなことでした。大きな樽の貯蔵所があるんですけども、そこもですねそこでは何をしてたかというと教会音楽をずっと流しているんだそうですね。そして、長いものですと2年半ぐらいここで、樽の中のワイン寝かせるんだということでした。お待ちかねのワインの試飲をさせていただきます。テイスティングですね。本当に、美味しいいいワインでしたよ。